大駒しじみは長目しじみ長か姫しじみ赤の長。姫しじみの仲間で、羽表は灰色地に水色の光沢があり、全市にはさらに黒縁が散在する。羽裏は一般的な灰色地に多くの黒縁というスタイル。高山山頂からの雪解け水がたびたび氾濫し、土地が不安定で木が生えづらい京阪沿いの明けた草原に生える黒花の引き起こしかめば引き起こしの、 つぼみや新芽などを食するため、そういった環境にしか生息しない。また、半肉食性で、幼虫は4例の初期を過ぎるとしわくしけありによって、巣に運び込まれ、ありの卵、幼虫を食べる。本種のライフサイクルには、両者が不可欠である。オールリシジミゴマシジミとともに近年減少の一途をたどっており、趣味者からの人気は高い。越冬体は四例幼虫。成虫は、 1> 年1回発生し、7月下旬から8月中旬の限られた時期のみ見られる。放火性は強く、河原撫子や林道で休密する姿が見られる。北海道大島半島及び本州東北中部地方の鉱山に局所的に分布する。日本国外では、ロシア極東地域、中国、朝鮮半島、純絶滅危惧。ありがとうございます。